こんにちは、農林水産省北陸農政局の大島です。皆さん、このコロナ禍でテレワークの増加や自粛生活で運動不足になってはいませんか？もしかしたら食生活まで乱れちゃってるかも。本日は農林水産省とスポーツ庁がタッグを組み、食とスポーツに関するクイズ対決を行います。皆さんも楽しく食とスポーツに関する知識を身につけていただければと思います。そして負けたチームには罰ゲームがあります。さらに、かねてより食とスポーツに関心が高い室伏長官がスペシャルゲストとして登場してくれます。最後までお楽しみに。招待校農水省 VS スポーツ庁クイズワーク。それではチーム紹介です。はじめに農林水産省北陸農政局チーム、チーム長大島、松田、こちらパンからの最高、宮原局長、ボーナスおいしいよ、スポーツ庁チーム、チーム長上垣さん、頑張ります。鈴木さん、プロレスの松田は一人で暗闇フィットネス、眠を抱えているのか、大丈夫か、大丈夫です。新井さん、シルシルパワーで頑張ります。おっと、ここでスポーツ庁室伏長官から応援メッセージが届いております。こんにちは、スポーツ庁長官の室伏広司です。負けたら罰ゲームがあるということですが、私のことは一切気にせず、のびのびと答えてください。長官自らありがとうございます。頑張ります。そして気になる罰ゲームですが、室伏スポーツ庁長官にきつい米俵でのトレーニングやってもらうが、プレッシャーだ。じゃあ僕たちスポーツ庁が勝ったら、皆さんに新聞紙を片手で丸めてもらいます。え、ゲームバランス大丈夫？大丈夫です。第1問、農林水産省は1日に何をどれぐらい食べたらよいかの参考となるよう食事バランスガイドを作成しています。この食事バランスガイドのイラストはどんな形で表現しているでしょうか？絵を描いてください。新聞紙スタート。それではスポーツ庁チームから発表をお願いします。せーの。それご飯ですか？これご飯です。すいません、ご飯、これご飯です。そのバランスガイドは主食しかないですよ。大丈夫ですか？水晶チームの回答です。せーの、水晶が全員駒型です。駒、正解を発表します。はい、正解は駒で表現しています。イエーイ。第2問、スポーツ庁は一人でも多くの方にスポーツを楽しんでいただき、スポーツを行うことが生活習慣の一部となるような社会を目指すプロジェクトを実施しています。このプロジェクトの名称は何でしょう？どうしよう。それでは北陸農政局チームから回答お願いします。せーの、バン、国民健康プロジェクト。いや、硬い硬い硬い。あの局長もこれゲームじゃん。スポーツ庁チーム回答お願いします。せーの、スポーツインライフ。なんか聞いたことあるかも。正解はスポーツインライフでした。あ、上垣さんどうぞ。いつ入れちゃいました。そうなんですか。ちょっと自己申告したあの上垣さんの正直さに1ポイントゲットです。ありがとうございます。第3問、農林水産省は新型コロナウイルス感染症の影響で行き先を失っている国産食材を食べて応援しようという元気いただきますプロジェクトを実施しています。このプロジェクトのキャッチコピーであるあなたの〇〇が日本を元気にするの〇〇に入る言葉は何でしょうか？やばい。シンキングタイムスタート。せーの。上垣さん、ちょっとお腹空いてる？北陸農政局チーム回答お願いします。せーの、バン、スズ？スズじゃない、あなたのすずではないですよ。広瀬すずちゃんはみんなのすずちゃんです。すず
だったらあなたの鈴なんです。正解はあなたの一口が日本元気の鈴です。え、皆さん正解じゃない？あれ全員違う。じゃあ第4問。先月スポーツ庁が発表した令和2年度スポーツの実施状況等に関する世論調査の結果、成人の週1日以上のスポーツ実施率は何パーセントだったでしょうか？スポーツ庁さん、自信あります？これないです。すいません、担当ですかね。担当約って書いていいですか？ダメだよし。はい、北陸道政局チーム、回答お願いします。せーの、バン。あれ、私だけちょっと多いな。いや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 、結構知ってると思わないです。せーの、正解は 59.9%。 何賞ですか？ここが倒れたんですか？ありがとうございます。コロナで逆に増えたんですね。スポーツの大事さみたいなのを感じる人は増えたみたいで、